お笑い芸人の田村健二さん、51、が2024年11月5日、自身の X を更新。他人の人生をめちゃくちゃにしたという趣旨の批判が出たことについて、誰の人生をむちゃくちゃにしたんでしょうかなどと反論した。画像、一般ユーザーの批判に反論する田村健二さんの実際の投稿。すいません、お伺いしたいんですけど、発端は、 11月5日の X 投稿だ。田村さんが他人の人生をめちゃくちゃにしたという趣旨の内容で一般ユーザーが批判したのだ。この投稿は田村さんの現状を報じた東京スポーツの記事に反応したものだった。同記事ではお笑い芸人松本人志さんに関する週刊文春の一連の報道の中で田村さんがアテンド役を務めていたとの疑惑を報じた件に言及。 記事では、テレビ関係者の発言として、田村さんが飲み会を開いたことを認めつつ、健全な会だった、と主張していることや、一部メディアの取材、に対して田村さんが、人生めちゃくちゃにされた、と憤ったなどと報じている。一般ユーザーの批判に対し、田村さんはいつか、引用リプライで反論。すいません、お伺いしたいんですけど、僕派が誰の人生を無茶苦茶にしたんでしょうか 教えていただきたいです。よろしくお願いします。原文ママ、と質問している。